第4戦前の練習試合、うん、最後の練習試合ということで、はいはい、今日の対戦相手まず教えてもらっていいですか。東京都2部の東京ソニックさん。東京ソニックさん、僕ら多分過去2回対戦してるんでしたっけ。そうで、勝ったことないんだよ。2回とも引き分けでしたっけ。そうそうそう、だからここでね、しっかり昇格に向けて自信をつけたいなと思いますね。あれ、今日のお休みで言うと正気がそうまた休みなんですね、今日ね。そうなのよ、あの急に仕事入って、はい、もう来れなくなっちゃったんだよね。おお、そうだ、正気自体もね、ちょっとセンターバックと やらしたかったから、 NTT さんとか強いとこと当たった時にね、正気の対人能力とか重要だし、うん、こればっかりは仕方ないね。去年スタメンで結構出てた徹君とかもさ、うん、さっき話したら全然走れてないみたいなさ、うん、まあ、そのぐらいこう本当社会人1年目とか2年目とか仕事任されるようになる時期っていうのは苦しいよね。じゃあ今日のスタメン、今日のスタメンはキーパー高野で、はい、フォーバック右から川、海舟、蓮、トラで、ダブルボランチが右マナと左鍋で、両ウイングが、右オーバーの左ケイで、ツートップペイジョージ。なるほど。ということで、クルーザー戦からスタメンで変わったところで言うと、うん、マッキーと、リョウですかね、が、そうそうそう、トラとケイに変わったっていうところで、うんうん、マッキーがちょっと怪我のコンディションもあるんですか、今日出れないっていうの。そう、あのね、出れるけどちょっと無理して出る感じになるし、はいはいはい、この4バックのところに正気トラがいて、まあね、そこら辺がまあスタメン争いで、まあ、他の選手もいい選手だけど、うん、そこでのこの、まあ、競争があるからチーム力が保たれるじゃん。この今の4バックのところから誰かかけた時に出るトラがクオリティ低かったら困るから、そこのトラへの、まあ、期待とちゃんとコンディション上げだったり、まあ、進化にし、はい、この試合を使ってもらって、でマッキーは大事取って2本目からって感じ。うん、なるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。別にボールは蹴れないってわけじゃないんですけど、やっぱ来週 その公式戦もあるんで、ここでまた怪我悪化してもまだもったいないと思うんで、ここは丁寧にって感じだと思います。その自分がやっぱ出ないだけでやっぱみんなにやっぱチャンスが回っちゃうんで、うん、そこをやっぱもう譲りたくもないポジションではあるんで、チャンスすら与えたくはないですね。後半から出てくると思うけどさ、ここで必死にアピールして、もう絶対俺ここ席譲らないぞって見せてくれ。違いを見せつけます。常に、いつ呼ばれても出れるように、あの毎週毎週準備はしているので、自分にとってはすごいいいアピールの場になると思うので、精一杯できることやりたいなと思ってます。F キャプテンなのに試合出れてない、ずっとベンチ温めてるだけってのは本当不甲斐ないので、選手としている以上、存在している以上、戦力になれるようにしっかり今日は戦いたいと思います。頑張って見せてくれよ。はい、頑張ります。量はあの怪我ではなく、まあ、K のところの左リングが今調子いいっていうところもあるんですか。そうだ、次の週の試合がね、頭 K で行くか量で行くかで、基本は今の状況だと、まあ、量で行って後から K なんだけど、うん、K の左ウィングってさ、初戦終わった後からやりだしたことだから、はい、プレーメモリーをね、試合の中で試させたいんだよね、はいはい、で練習でどんどん良くなってるから、まあ量は2本目3本目って連続で使えば、まあ、プレー時間的にはそんな変わらないだろうとってなると、1本目から K を出して、で、鍋のボランチっていうところで、まあ長い時間相手の強度が高い中で、その新しいユニットで何できるかっていうのを見てるね。1本目のところで K がスタメンでどれだけいいプレーができるかっていうのは今日注目ですね、うん、これはね。そうだからね、そういう流れの中での K の突破力だったりとか、得点で飛び込む力だったりっていうのは使いたいけど、量のキック精度だったり、あのコンプのあのこの遂行率みたいなところで、うん、本当にね、それぞれの強みが違うから、うん、まあ、いい迷い方してるのかなと思いますけどね。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、そうですね、まあ、あの待ちに待ったチャンスなんで、まあ、ここでしっかり結果残して、来週の公式戦スタメンで出てチーム勝たせられるようにしたいと思ってます。練習では結構アピールできてるかなと思ってるので、まあ、今日の試合でどこまでできるかなっていうのは自分の中で、まあ、チャレンジして結果に結びつけられるようにしたいです。本当にサッカー選手はピッチでスタメンとか出場してないとやっぱりアピールも何もできないと思うので、こうやってチャンスがもらえてることに感謝して、まあ、本当に望んでた形でのスタメンの出場なんで、結果残せるようにしたいですね。そうですね、やっぱり、まあ、大学生とはその生活リズムっていうところも違いますし、まあ、いろいろ変わる部分が大きかったんですけど、サッカーに対しては、まあ、変わらない、まあ、思いだったり、まあ、向き合い方っていうのはあるので、まあ、そこは変えずにどんどんコンディションを上げていきたいです。まあ、前回の公式戦でも、まあ、一つシュート決めきれないとか、あとはプレスバックだったり、まあ、一つ一つその前回の公式戦でもたくさんあるので、課題とかが、まあ、そこに対して本当に一つ一つ取り組んでいって、まあ、コンディションも上げて、まあ、そこで絶対的なスタメンの選手って思われるようなプレーで見せれればなと思います。
今日トラと K は見せどころですね今日の2人は。そうそう、チャンスをつかむ、ね、試合にしてほしいね。今日相手強いですけど、うん、初勝利向けて頑張っていきましょう。そうですね、ものすごく自信あるんで、はい、お楽しみに。 OK、 よろしくね。よろしくで、今日なんだけど攻撃のところで気にしてもらうポイントとしては、もう競り合いのところの降段とね、そこでしっかり相手にとって不利なボールっていうのを出す。だからスローインのところも先週の公式戦みたいに形で競り合いの高弾道からの、CP のコレクト回収のところを狙っていくっていう、まあ、そこ普通にで、見てるところとしては前向きの選手、ゴールから近い前向きの選手をスムーズに使うっていうところ。だからジョージとかペイとか前で持った時に落としてすぐ裏狙うとか、そこの前向きの選手をシンプルに使うっていうのをしっかりやってもらう。で、守備の方が今日は大事。徐々にやっぱりキーパーがボール持った時とかスローインの時とかに緩んでくると、その瞬間を休み時間と捉えちゃうところがあるから、あれ休み時間じゃなくてそこでしっかり声出してちゃんと守備のはめ方を整理できるかどうか。それできてる試合ってやっぱ集中力高い試合だから、他のところもいい現象出ててマジでいいの続くか ら、 だからそういったところでちゃんとキーパーキャッチしたリスタートのところでちゃんとそこの声かけできるかどうか、ここ重要ね。で、あとここは2トップのこのポジションになるんだけど、撤退コンボという、もう超えるって予想できた時にはちゃんと下がってロックするウェイティングポイントから出てきるようです。もう戻り遅れててオフサイドっていうのはキーパーにプレスかけた時以外なしで、このぐらい今日シンプルだからさ、高い弾道でコレクトしっかりやって、そこから前向きのゴールに近い順に前向きの選手使って、もう抜くのもいいんだよ、抜いたら自分が一番ゴールに近い前向きの選手になるから。攻撃そこで、守備のところは切り替えの時にちゃんとコンプの整理、もう初動早くできるかどうか、それしっかりやっていこう。OK、頑張ろう。お疲れ様です。お疲れ様です。大場俊太郎です。ポジションは、今はフォワードをやってます。東京ストニックは、去年の2023年に20周年を迎えたチームになります。今年は、新たに、大学生とかも、多く加わって、下は、19歳から上は35歳ぐらいまで幅広い年代でサッカーをしております。シュワボ東京さんは過去2回、対戦してて、まあ、特に、対人の強さであったり、セカンドボールの拾いの速さが、特徴的なチームだと思います。過去2戦引き分けているので今日こそ勝ちたいと思います。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK、 想像力ない、やつらに勝てるチームって弱いチームだけだから、俺らの相手弱いとこないから想像できるからね。次のプレー想像してたらコンプだって早くスタート切れるし、パスだって味方との連携はうまくいく。想像してどこで戦うべきかって考えたら絶対緩くなんてできないはずだから、そう、勝って笑うために必死で戦って想像してプレーしてこよう。 OK、 はい、頑張ろう。
ないですけど、やるぞ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 、近くないすぎんな、はい、粘れ、はい、先頭桜も行こう。ナイス。いや、行け行け行け。ロックロック。ナイスプレー、ジョージ。Thank you.
守備その場立ちになっちゃったからディレイしてさ、ちょっと遅くなりながらしなきゃいけない、遅くなりながらって距離取りながら戻んなきゃいけないけど、あー、K あげるか、いいじゃん、K、もうちょっとだったね、あー、これよいしょ、最高、あいつすごいな、ラベもトラのクリアがもう今週練習でやってたの完璧だった、トラクリティカル完璧だったぞ、なペイよく粘った、ジョージだよ3段、ついちゃう、上げろ、オーバー、お前いけ、バランスある、ペイキープ、やまった、ペイオーケー、ナイス、ねえ、あれさ、俺んとこナネスロー、いいよ、全体全体ペイがそらした後頑張れ、いや、オバのビハインドの質が悪いな、後ろ使う質が。でもこれね、オバの場合ここで言ってよくなんないから、もう待つしかないのよ、ナイスハンド、素晴らしいハンド、いやー、やっぱ相手うまいね、今の処理ね、今の処理素晴らしかったな、相手のな、はい、前進準備、後ろ来てるぞ、かオッケー、
相手が相手がこれ一本自信が素晴らしい。マーナイスクロス。エリアスライド準備。セカンド、セカンド。はい、と来てるよ。ガラガラ。前。フリー、おい、やべやべ。フリー、フリー、フリー。見とけや。ゴールぞ。行けこれ。ナイス。ゴール。ダメ。アウト。アウト。最近よく。ここに行けよ、全体。よっしゃ。ナイス！よく前半で逆転したね。うん、よくやったわ。ね、マジでするね。うん。ナイスプレー！オーバーナイス！はい、全員戻れ！右出して、マルタ、ゴール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 いやー、ちょっと悪いよ。いい、マラトライさんだ、マラトライさんだ。ちょっとアンカーのとこ一瞬空いちゃうな。あそこ攻略しないとな、切り替えの瞬間。はい、座って。一つね、いつも俺言う、行けるとき以外、100行けるっていうとき以外はこのエリアで横ばしないでくれって話してんじゃん。でもこれ攻めきれないのは感覚で行けると思ったから出したわけだろ、オーバーも。そう。だから、あれは経験にするじゃない。だからもう、これはもう、そこからよく逆転したわ。で、全体に言いたいのは、今回知ってきたじゃん。超いい授業で。あの時に、これで、おばに絶対やんなって言っても、おば自身が、例えばペイと連携したいって時も俺否定したくないのよ。だから、あの失い方した時の、アラートをもうマックスにして。もう、この失い方した時に、プレスバックのスピードを倍にしてほしい。そう。だから、あれは、きっかけはオバのパスかもしれないけど、全体の失点だから、あれ一人でもプレスバック多かったら、回収が一人で二人ロックしなきゃいけないような状況になってないから。オッケー。だから、あの状況の時の、もうアラート。あれは、もう、超危ない信号出てると思って、みんなでそこのプレスバック頑張ろう。オッケー。うん、これいい経験しよう。で、よく逆転した。本当によくやった。高いクリアとか、高い、クリティカルのところ、すごく効果的になってるし、そこへの、コネクトの意識もいいと。で、このスローインに対して、このスローインに対して、ペイの反らしの時に、ちょっとジョージとさ、あれ鍋で迷っちゃってた、あそこ。落下地点とか。思ったところに来なかったぐらいの感じ。そうです。オッケーオッケー。ペイの反らしのところでの、あと一粘りしたいね。あそこを一粘りできるだけで、このクリアの距離短くなるから、セカンドチャンスできるから、触れなくても相手にでかいクリアさせないみたいな。触れたら最高だけど。その意識でやってほしい。あれって結構その、ペイの近くに相手がいるんですよ、うん、でそいつにクリアされてる回数が多いんですけど、うん、で俺はそのペイが反らした後のところのこの僕が得点決めたシーンみたいな形で待ってるんですよ、うん、じゃなくて、うん、その手前のやつにをロックする形で行った。ねペイが反らせなかった時はもう仕方ないというか、その時の立ち位置はあれでいいんだ。あれの方がカウンターもケアできるじゃん、はい、なんだけどペイが触れた後に触れたんだけど次も相手が触ってるみたいなんじゃん。はい、ペイがクリアしました、その後誰か突っ込めたらいいんだけど、はい、そこが
もう一人目がまた相手みたいな、あそこで相手が触っちゃうときに一歩でも寄せて、その時の相手のクリアを自分たちの足に当てるとか、クリア自体が乱れるようにしてほしいって感じ。そう、距離感です。そうそう、だペイが触れた時にちょっともったいないシーンがあったらっていうやつで、ごめん、修正シーン1個って言ったけど、もう1個あったのが、オバもケイもそうなんだけど、まあ、次はケイじゃなくて鍋になるけどね、ウイングが。ここでウイングで持った時に一番相手が嫌なのは抜かれることなんだよ。だからこれ整体解いてなかったら、オバ持った時にさ2人いるけどガッて寄せてきてないじゃん、はい、そうステイしてくれるじゃん。だからあそこでちゃんと落ち着いてビハインド転がして出せるんですよ。あそこのシーンで大急ぎで出すとボールが跳ねたりずれたりして川から蹴りにくくなってたりするんじゃん。あそこのボールの質上がるだけでビハインドクロス、あのマナトのシーンみたいに綺麗なのいくから、その質上げるためには抜くぞって感じで相手止めてゆっくりのボールというか質のいいボール戻す。そう、それだけ。攻撃の修正点はビハインドの後ろのパスのところをゆっくりというかちゃんとクロスの蹴り手が楽になるような、だからそこちょっとオーバー修正して、仕掛ける姿勢見せてくれるだけで溜めれて、オーバーだったら簡単なボール出せるから。そうそう、でそこは鍋な、はい、OK。 では後半から出るリョーマッキー頑張ろう。はい、はい、行くぞ。相手のロングスローさ、ポイント挟まね、前後で、うん、あれ助走つけないってさ、飛ばれてるからさ、きついから競り合いとか一個一個ちゃんと球際戦えばそんなに怖くないはずだから、そこは頑張れる。ポケットしてるから、マッキー頼んだよ。ヒラソン6枚6枚ナイスマッキーした、マッキーからマッキーマッキーヘイヘイマッキーマッキーマッキー近づくな、マッキー近づくな、マッキー切り替えろ、マッキー切り替えろ、マッキー切り替えろ、マッキー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 はい、ここ整理整理、守備の声守備の声、今リョウが声でしきれなかったんだよな、もうマナトとジョージに言われてなんかもうポワポワしてたな。だジョージにさ下がんなくていいって言うだけでいいじゃん。マルチ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 はい、はい、いや行くぞ、はい、行くぞ、ロクロク行くぞ、いや行って行って行って、はい、マスター、はいはい、ナイスマナト、オッケー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 
キーパーキーパーキーパーやめて1位で出てこいよ2人でマッキーマッキーおられよヘイリョウ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 マキマキペナハラペナハラナイスいやーほらゴーペナハラゴーゲーナイスナイスマキ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 ちょっと待ってちょっと待っていややっぱ強いなあそこついてこれんだもんなナイスロー絶対どうせ絶対ちょっと待ってちょっと待ってまだ見るよはっきりはい、行きますよ、行きますよ、はい、せいせいせいやります、やります、やります、ボールボール OK、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 何があるの？足、足、足。マルシャ、マルシャ、ちょうだ。あ、よくね、なってたかは。カーナイスプレー。大丈夫かな、あいつ。いけるぞ、これいけるぞ。リオ来てる。戻して、戻して、戻して。はい、サンキュー。はい、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 マッキー。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。よっしゃ。はい。完璧だ。いや、完璧。マッキー今の最高よ。指差しも最高よ。ああ、完璧だったマッキー。マッキーが決めたみたい。ここにマッキー来て。ジョージが決めたんだけど、マッキーが決めたみたいになった。ジョージよかったぞ、ナイス。ジョージよかった。ジョージもよかった。はい、撤退コンプ、撤退コンプ。Hey!
行かせ。行けペイ。ペイ粘れ。ペイ行けペイ。じゃあマイボール。オーバー頑張ってる。オーバー頑張ってる。両出して両出して。行け。はいはい。オーバー入れ。はい降りか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 。素晴らしい。うわジョージボール、ジョージボール、ジョージ完璧ナイス。あれ後ろ向きになる機会をできるだけ少なくして、自分のそうそうそう、はい、助走取れてない時以外は前いいプレーしてるから、ちゃんと半身になってゴールとボールを見れる位置っていうので、あとそれ以外もすごくコンディション良くなってきてるから使うから頑張ってるし、良すぎたか、良すぎたから変えた交代怪我しないでね交代いや、よくカバーしてた。ナイス。ナイス。危なかったな。ナイスカバー、ナイスカバいや逃げていい。
今の前頑張ったな。おナイス。ナイスよ。左手。はい、寄せろ寄せろ、そのまま行け、そのまま行け。おば頑張れ、おば頑張れ。いやナイスか連続。そうそうそう、そういうことそういうこと。そう、前向きシンプル、前向きシンプル。いよいよ呼び続けよう、ナベ呼び続けよう。返せ、降りろって。もう無理だよ。何だよ。前前返せ、返しもと狙えし。マキマキ、今日左ファジーつけれるのトライしよう、ちょっと。前前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 前ゴーン。あ、ヒロソン前持ってるぞ、前持ってるぞ。ええ、ならせ絞ろう、絞ろう。ナイス、前フラディ、前フラディ、ナイス判断。投げてよ、ナベ。オーケー、後ろから。よいしょ、ナイス、ナイス、ナベ、フラ、ナベ、フラ、ナベ、俺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 、前呼ぼう。マッキー、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 マいけ、はい、そのままいけ、前前行け、おばっ、出しよ、出しよ、お前行け。ひろみ、ひろみ、わー、お前行け、お前行け、お前行け、お前で、ダイトパスはもう全部思い切ってバシバシ出すのと、でもう一つはリスタートの時にみんな緩んだりとかする時あるから、点差ついてるとちゃんとこのスローインだったりキーパーキャッチした時に守備の整理の声かけよろしくな。おいっす、めちゃくちゃ良かったわ。来週もよろしく。はい、どうぞ、どうぞ、まだ出た、出た、ロックしとけ。そうそう、行け、前行け、ベイベイベイ、ゴーベイ、ゴー、せーや、せーや、せーや、はい、俺から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 
7-1？ 6-1 か7-1 だよね。すごいな。見てるよ、ライト。前をかした。お疲れ様でした。お疲れ様です。自分たちは今トミブリーグでプレーしているのにかかわらずこのような大敗をしてしまったのは本当に相手にもシャープさんにも申し訳ないし、こちらとしてもやっぱし問題がある部分はたくさんあった試合でした。基礎的なところも空中戦など球際の下の部分で負けた部分がやっぱし多かったので、そこはやっぱし修正していかなければいけない部分だなって思いました。最初の1個目の競り合いとセカンドボールの拾いを、そこだけは負けないようにしていきたいです。ありがとうございます。本日は対戦ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ナイス、お疲れ。素晴らしかった。びっくりしたわ、こんなよくやれて、うん、技術的なミス本当に練習で一個一個さ、俺がどうしたら一個階段登れるか二個登れるかっていうのは言ってくから、だからその代わりも試合では本当視力を尽くして一個の粘り絶対負けない、味方が粘ったのを絶対拾う、味方のキックがずれたらそこをみんなで回収するっていう、そこの気持ちさえ持ってたら今日みたいな結果絶対来るから、今日はちょっとすごく良かったからこそ、これは俺らが上手いから勝ったと思わないで、戦えたから勝っただから、うん、それだけ忘れないで帰ろう。 OK、 よく戦ったわ。いきます、せーの。お疲れ様でした。お疲れでした。いや今日の試合大勝でしたね。ねえ、びっくりだね。ちょっと自信はあったんだけど、ちょっと数字につながりすぎてくれて、あ、鼻が高いね。あれですね、おばたろうにやっぱり、うん、横パスというかバックパスのところでちょっとやっぱ荒さというか、そうそう、前のプレーはおば最高なんだけどね、はい、後ろだったり横が、後ろはずれるし横はちょっと感覚的すぎるとかあって、はい、でもねこれが難しいところで、うん、あれを絶対やんなっていうとプレー縮こまんのよ。そうだから、そうなってくるとおばにはこれ一つ経験してもらって、ああいうのが起きた時にみんなでおばをカバーすることによって、監督が叱ることによってビクビクするサッカーじゃなくて、仲間同士助け合うことによって俺やんなきゃって思わせるチームにしたいなと思ってああいう声かけした。お疲れ様でした。お疲れ様です。相手陣内での横パスっていうのは 100% 通るときじゃないとするなっていうのはレオさんからずっと言われてたのに、まあ、そこのミスしてしまって、まあ、自分は 100% 通せると思ったんですけど、まあ、本当そこは自分の技術が足りなかったんで、公式戦で絶対しないように、まあ、反省して、まあ、ただあのシーンでも、まあ、つなげるように
まあ、普段の練習からの質を高めていきたいなと思います。まあ、バックパスが特に一番通りやすいと思ってるんで、そこで最後ちょっと気抜いてあのパスの質が下がってしまうみたいなことが結構あるのかなと思います。まだまだ足りないと思うんで、そこでもう自分であの今日の失点分を、まあ、チャラじゃないですけど、まあ、自分の得点でもう逆転できるようなにしていかなきゃいけないと思うんで、でそこはまあ頑張っていきたいと思います。ちょっとエースのプレー期待してるから頑張っていこうよ。はい、頑張ります。ありがとう。ありがとうございます。あそこじゃ失点を防ぐためには攻撃しながら守備の時の配置みたいなことも頭に入れておきながら守備すると攻撃、そう、それもだし、ミスり方でアラート出さなきゃいけないけど、 100% で戻ってたか 100% で守備してたかっていうとそうじゃないと思うんだよ、チーム全体としてね。もう猛烈な速さで戻んなきゃいけない場面だから、あれって、はいはいはい、っていうところだよっていうのはあそこで伝えたね。そうだから、あの戻ってた選手たちの対応は、うん、あの状況では例えば海舟がボールサイドに寄せてたら横パスやられてるから、うん、ある程度ロックして、だから一発目は防いだじゃん、うん、でもその後ごちゃごちゃっていって左からやられちゃったから、はい、あれがあそこ一人戻れてなかったのかっていうね。うん、でも顔見ながら喋ってたらもう一人一人がそれ分かってる感じだったから、うん、あれで後半ちゃんと助け合おうとしてまとまってくれたらいいね。そうですね、うん、そこからよく逆転したという流れで、うん、やっぱ鍋のあのシュートちょっとすごかったですね。鍋のシュートすごかったし、うん、そうだね。だからあとはもう、まあ、90分通してよかったね、90分、うんうん、試合通してよかった。落ち着かして最適な判断をする役割で、そこで自分も仕掛けて、そういう風にこう鍋とかマナトとかレンとかオバとか呼んでそういう話をしたのよ。それを本当にね体現してくれてるね。俺らは下手じゃねえんだぞっていうのをちゃんと行動言動で見せてくれてるから、うん、超楽しい。お疲れ様でした。お疲れ様です。ボランチやった時の課題のその縦ずれみたいなところがしっかり遅れなく相手の前で触れたシーンだったので、あのそこの前のプレーがすごい良かったかなと思ってます。ゴール取れてんのもいいですけど、やっぱその前のプレーだったりとか、やっぱそのチームにコミットしたプレーっていうのができてきてるっていうのが一ついいのかなと思ってるんで、まあゴールはまあ特産物だと思ってるんで、あのそういったところは意識していきたいと思ってます。結構縦に行けるシーンで行けなかったりとか、あのその縦のところの伸びしろっていうのは今日見えたんで、そこは引き続きあのトライしていきたいと思ってます。できないことがあるっていうのはすごいいいことなんで、それができるようになるように頑張っていきたいと思ってます。じゃあ引き続き頑張っていこう。はい、頑張ります。ありがとうございます。今日前半 K トラ、まあ、キャプテンの選手が出てましたけれども、うん、レオさんの評価的にはどうでしたか。そうだね、 K に関してはあの持ち味出しつつ、ちょっとねある一箇所のところでもっと伸びてもらった方がいいなっていう部分があって、それは本人に伝えるわ。でもめっちゃ良かった、はい、でトラに関しても本当に今日のあのマッキー不在を感じさせないような、うん、であと全体に対して俺が思ってるちょっと守備っていうか球際の粘りみたいなところが緩いシーンとか、そういうのを全体にアラートこの声出してやってくれるから、本当なんかあちゃんとキャプテンが増えたなっていうのをあのピッチ上で体現してくれてるね。集中力高まってるし、あとはもう守備のね絞りだったり裏ケアとかの意識がもう入ってきた時とはもう段違いだから、現状だとあの前回の方バックになるんだけど、ここにトラがいるっていうのはすごく大きいですね。K の、 その足りないところで視聴者の方にはちょっと教えられない感じなんですか。教えたくないね。教えたくない、うん、じゃあちょっとこれはもう、そうそう、でもあれだよ、あの足りないっていうか俺の基準が高いから足りてないだけで、うん、普通なら褒められるぐらいのところ。そうそう、お疲れ様でした。お疲れ様です。そうですね、個人的にはあの大きなミスもなく結構自信持ってプレーできたかなというふうに思いました。高弾道のボールに対してのクリアの練習だったりとか、あとも個人的に落下地点予測鍛えるためのトレーニングしたりとかもして、そこをやっぱり自信持ってあのプレー中もあの、まあ、しっかり判断してプレーできたので、そこ本当良かったかなと思います。まあ、特にマークセリーの声、やっぱりシュワブを入団させてもらってからずっと取り組んできてる中で、もう徐々に本当に徐々にですけど、上がってきてるところだとは思ってるので、自分でも、まあ、そこをちょっとやっぱり今日プレーしてても、いい感じに頭回ってるなっていう感覚はあったので、もっともっと連に匹敵するぐらいそこを追い求めていきたいなと思ってます。こっから、まあ、今日いいアピールできたけどさ、やっぱライバルも大きいしさ、もう継続してアピールしていくしかないよねこれはね。はい、いやもう頑張っていこう。頑張ります。そうですね、前半なかなかボールが落ち着かない展開が続いて、なんか自分の形が、まあ、うまく出せるシーンは 1,2 本あったんですけど、まあ、そこでクロス上げきれなかったんで、まあ、アピールしたかったし結果も残したところだったんですけど、守備のところは原則に頭常に出て T 字入るだったり、まあコアブレイクのところ内側から出てくるところだったりは意識して臨みました。そうですね、まあ、自分自身その左サイドをやっててやっぱセカンドボールの回収がうちはデザインされてるので、うん、そこのエリアスライドってところもっと絞らなきゃいけないんだっていうのが、まあ、そこは自分自身の課題だと思ってて、
まあ、基本的には右のオーバックに蹴って回収なので左ウィングは絞って回収するっていうところ、まあ、1本言われてできたところがあったんでそこをベースにしてこれから取り組んでいきたいですね。いつ来るか分かんないチャンスに向けてひたすら準備するだけなので頑張りたいです。そうね。じゃあまずはもう次の公式戦かと。はい、頑張ります。やっぱ後半前を途中で起用したっていうのはなんか意図というか、前のコンディションどんどん良くなってきてて全体へのメッセージでもある。努力して結果を残しててここでね前を出場させることによって頑張った分こうちゃんと評価される組織だっていうのでこう前自身の今後のモチベーションアップにもつながってほしいなっていう。控えの選手の行動とか見てるんだけど、そうだからね、あの面白いことにトラとかは俺とか笠原君とかコーチの間に座ってたりするんだよね。もういつでも俺行けますよみたいな、そうで出た時やっぱそういうパフォーマンスするじゃん。で前とかも本当出たくて仕方ないっていうような、だからそこはもうジェスチャーとして見てるし、そういう選手はやっぱ貪欲に吸収するから、で今日も良かったしね。であとは数字ついてきてもっと自信つけてほしかったけど、そうですね、うん、でもこう今日は本当にもうスタメンの選手頑張ってその控えの選手も出るようになってっていう、まあ、これも競争と協力だからね、うんうん、今日お疲れ様でした。お疲れ様です。いや久々に出れて嬉しさはすごいあったんですけど、特に何もできなかったなっていう。ボールもらうことはできたんですけど、あの数字的なところの結果が出なかったんで、やっぱ前線で出る限りは求めていくものなのかなっていう。公式戦でも1本目から出る勢いでずっとアピールを続けていきたいなと思います。いや俺マジで前がさ、あの花あると思ってるから、ほんとシワゴンながらと。ありがとうございます。そう、注目されるべき選手というかそういう選手だと思うから。なんか違う注目のされ方してないですか。でもあれされ方もさ、されないからマジで注目されるっていいことだと思うよ。じゃあ続けていきます。 OK、 ちょっと頑張っていこうぜ。はい、ありがとうございます。結構いいテストというか感じになりましたか、ね、うん、ちょっと結果がついてきすぎたからこれで緩まないかが怖いね。だからもう終わった後にああいう俺ら上手いんだって思ってもらったら、まあ、上手いと思うのは大事なんだけど、そうなんか上手さで勝ったって思うのは違うから、戦って粘ってそれでマイボールにしたから最後に上手さが出たから順序は違うよっていうのはちゃんと伝えたい、ね、うん、頑張りましょう、うん。